っていると思う？ああ、おるかもしれんな。でしょ？うん。ねえ、そうでしょ？そんなことないと思いますわ。そうだね。すいません。聖東三宮学院というのはどこですか？あれですけど。ああ、どうもありがとう。珍しいね、男の人が来るなんて。学校に用でもあんのかな。ラブ。ああ、うちの王子様。全然似てないよ。似せようという努力もないですね。だいたい彼氏はどうしたのよ。それはそれや。でも、あの方、一体何の用だったんでしょうね。結構誰かの知り合いなんじゃないの？例えば、響先生とか。響先生の？うん、彼氏とかさ。そんなことないよ、違うよ。わかんないでしょ？そんなの。でも。先生は風子の言う通り。あんな美形先生にはもったいない。だいたい響先生はあの性格やから彼氏もなかなかできひんわけよ。それをあんた、あんなええ男がなびくなんて新喜劇のネタにもならんわ。ナフ梅だ。ああ、かわいい生徒に雑用さすんやからな。いいじゃない美穂ちゃん、先生本気で怒ってたわけじゃないし。自分ほんまええ子やな。何も言わんかてうちの手伝いしてくれるし。お姉ちゃん風子のことビシッと幸せにしたるさかいな。ありがとう美穂ちゃん。どうしたの？うわー、おじさん、この方が響先生ですか。あれ、この声。どうだよしお、言った通り素敵な人だろ。はい、僕は幸せ者ですよ。こんな方とお見合いできるなんて。ちょっと待ってください、私はまだお受けするとは。照れない照れない響先生。そうじゃなくてですね。いや、先生のことだ。可愛い生徒を放ってはおけんと言うんだろ。だがな、女は結婚してなんぼのもんだ。理事長、それはどういう意味です？いやいや、言葉通りですよ。男の先生さえいれば出会いの機会も増えるもの。男など必要ありません。とにかく私はお見合いも結婚も全く考えて。天和先生。あいいですよね。形だけでよければ。何やあの人、響先生のお見合い相手やったんか。ラブとか言うて損したわ。アホらしい。どうしたん風子。なんでもないよ。そっか、ああ、ええ男やってんけどな。なんか腹立つわ。知らないよそんなこと。知らないよじゃないよ、見合い明日とか言ってんだぜ。電話急げってやつさ。頼むよばあちゃん、何でもいいから見合いしなくても済む手を教えてよ。理事長のおいってことは結構な金持ちなんだろ。まあそりゃ。ってことは結婚すりゃ溜まってる家賃もすっきり払えるってもんだ。よかったよ。なるほどってよかないよ。文句あんなら払うもん払ってからいいな。じゃあお幸せに。な、ちょっと待っ。
先生、お見合いしちゃうの。何だったのかな、さっきの。何言ってんだお前。深井くん、聞いたよね。響先生、お見合いするんだよ。関係ねえよ。どうして？先生辞めちゃうかもしれないんだよ。関係ねえっての。見合いでも結婚でも勝手にすりゃいいし、辞めたきゃ辞めろ。聞いてからずっとあの調子だぞ。力抜けまくってるもんな。よっぽど嬉しいんだぜありゃ。次、お願いします。どうしたクズハ。なんでもありません。いいことじゃない。響先生も理事長の親戚なら文句ないだろうし。それがあかんねんて。うちが言うのもなんやけど、響先生はうちと同じくらい美人や。美人が美男子とくっついて何がおもろいっちゅうねん。同じくらい。せやからうちは断固響先生のお見合いに反対。美穂が反対したって意味ないよ。響先生だって乗り気なんだから。そうなんでしょ。もちろん。響ちゃんを知歴数ヶ月の俺が言うんだ、間違いない。短いですわね。藤尾、これを信用したらあかんって。待って、梅、これとはなんだ。これとは梅言うな。でもよ、俺なんか引っかかるんだよな、その理事長の親戚ってやつ。思わず追っかけてきちゃったけど。でもどうする。どうしたんですか。行きましょうよ。何緊張しとるん。うっせえな。こういう経験ないの。黙れ梅。梅言うなっちゅうに。あのさ、前から思っていたけど。はい。春日の道って名字長くない。深江、砂糖とか入れる。入れる。